勅使河川町公式ニュース。こんにちは。2020年最後の勅使河川町公式ニュースをお伝えします。まずは速報です。大井さん、お願いします。はい。勅使河川町公式チャンネルが2021年を前に登録者数が1500人を突破しました。1000人を突破してからわずか3週間ほどで新たに500人以上の方に登録をいただきました。本当にありがとうございます。では次のニュースです。勅使河川町役場では今日が御用納めとなり、徳永町長による年末訓示も行われました。訓示を終えた徳永町長に大井さんが直撃してくれました。これから町長に突撃インタビューを行いたいと思います。わかりました。頑張って。はい、どうぞ。さあ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 、はい、いいよ所長。もう2020年も終わりを迎えますが、はい、今年を振り返っていかがだったでしょうか。はい、1月2月のコロナが出る前はルンルン気分でいました。で、何かというと観光一つとっても、プリンスホテルがおっしゃろう冬季間開業する、それからあと満喫プロジェクトで古いホテルも2軒壊せられる、いろいろないいムードで来てましたんで、大変ルンルンでいたんですけども、コロナウイルスがあれ2月3月になってからもう世の中がガラッと変わって、一軒の店も一軒の飲み屋さんも一軒のホテルも潰さんようにどうやってやるかっていうようなことをみんなで考えてやったのが今年だったと思います。まあ、終わってみれば町内からコロナの人も出さないで、まあ、なんとかこの12月を迎えたというわけで、ちょっと安堵したというところです。この公式チャンネルがついに登録者数1500人を超えたのですが、公式チャンネルについて一言お願いいたします。はい、川上君来てから精力的にいろんなことをやってくれてると思います。まあ、そういうことで大変外部からの評価も高く、いろんなこと言われますので大変感謝をしているところです。まあ、私自身もそういう機会にそんなに強くない方ですから、まあ、若い人たちの感性をうまく引き出しながらいろんなことを町内に発信をしてみんなに理解してもらえるようなことになれば、この公式チャンネルを見ている視聴者の方に向けて新年を迎えるにあたっての挨拶をお願いいたします。はい、公式をチャンネルを見ていただいている皆さんに、とにかくこの1年いろいろな面でお世話になったことを感謝を申し上げたいと、そのように思っています。で、特に勅使河川町は満州国シャルコイ養蚕はじめ自然の大自然の宝がありますので、いい形で引き出しながら全国の皆さんにおもてなしをしていきたいと、そのように思っています。その他に農産物、またいろいろな産物もありますので、ぜひこの勅使河川町に来て味わっていただければ、そしてまた温泉に入っていただければと思いますので、また年明け以降もよろしくお願い申し上げたいと思います。徳永町長、お忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よく大井さんも大井さんも1年間頑張って、ありがとうございます。はつらつとした姿を毎日見させてもらってます。ありがとうございます。そしてまた川上さん来てからもまたよりはつらつとします。鶴田さん、共々によろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、なんと大井さんがインタビュアーデビューしましたけれども、緊張しました。めちゃくちゃ緊張しました。町長と話す機会はなかなかないですね。ないですね。まあ、でも来年も町長がこのチャンネルにね、いっぱい出てもらいたいなと思いますね。それでは最後に勅使河川町役場からお知らせです。コロナ禍での年末年始を迎えるにあたり、北海道や国からは感染リスクを回避できない場合の外出自粛や感染リスクを回避する行動の徹底が呼びかけられています。勅使河川町内では未だに感染者は出ていませんが、忘年会や新年会など飲食の機会も多い時期です。感染症対策の徹底をお願いします。万が一正月期間に発熱や咳の症状があった際は、
かかりつけの医師に電話相談を。またかかりつけの医師がいない方や連絡先がわからないという方は 0800-222-0018 の健康相談センターへ電話相談をしてください。こちらは24時間対応となっています。ということで、皆さんも感染対策をしっかりした上で楽しい年末年始をお過ごしください。さあ、今年のニュース最後になりました。大井さんからも一言皆さんにメッセージをお願いします。来年も弟子鹿町公式チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。あの、ね、もう今はもうぐん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 登録者数も伸びてますから、もうどん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 あの皆さんと一緒にですね、楽しいこの公式チャンネルを盛り上げていけたらなと思っております。どうぞ2021年、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、いよいよお年を。オッケー、完璧です。